左からコフィ・キングストン、ビッグ・イ、e、ー、エグザベアー・ウッズ・ニューデーは、アメリカ合衆国のプロレス団体 WWE で活動している黒人プロレスラーのユニット。2014年11月より3人でゴスペルギミックのトリオを結成し、PV の作成を始める。同月28日に、カー,ーティス・アクセルスレーター・ゲーターとの6人タッグマッチにて、実戦デビューし勝利。 2015年3月30日の RAW にて、コフィビッグ E が昇格したてのルチャドラゴンズと組み、ジアセンションブラスリングクラブとの対戦で、ルチャドラゴンズとの交代が少なく、観客がルチャに期待していたため、試合終了後からニューデイサックスとのコールが起き、ヒールターン。4月26日、エクストリームルールズにて、ブラスリングクラブと対戦。 ビッグ E& コフィ・キングストンが出場し、勝利。タッグチーム王座をダッシュした。6月14日、マネーイン・ザ・バンクでは、コフィの不在の中での戦いとなり、王座から陥落するが、8月23日のサマースラムで勝利。12月12日に放送された RAW 大会では、番組冒頭でニューデーが RAW タッグ王座の防衛を果たし、 ザ・デモリッションの持つタック・オ座ザ最長保持記録を更新した。しかし試合後の祝賀会で喜んだニューデーのウッズがシャンパンをコミッショナーであるステファニー・マクマホンにかけてしまったためステファニーにメインでもタック・オ座ザ防衛戦を組まれその挑戦者に選ばれたのは当時 WWE ユニバーサル王者であったケビン・オーエンズクリス・ジェリコ組である。またこの2チームに セスロリンズロマン・レインズを加えた3、ウェイマッチ戦を行うことになった。この試合は、ニューデーが、フォール勝ちで、大座防衛を果たし、ロデブロック、エンド・オブ・ザ・ラインで、シェーマスセザーロ組に負けるまで、最長記録を保った。その後、スマックダウンへ移籍。移籍後は、ウーソズや、ブラジオン・ブラザーズ、ザ・リバイバルなどのタッグチームと構想を繰り広げた。 入場前にゴリラポジションにて、ビッグ E が行うマイクパフォーマンス。にはその時の工業会催知名が入り、王座体感回数はその時のメンバーの実績によって変化する。ありがとうございます。